きさは私の手の大きさと比べて大きい。いつもご覧いただきありがとうございます。プリスキラ TV JPN です。今日はフランスのパンフガスの作り方をお届けしたいと思います。最後までご覧いただけると嬉しいです。それでは材料からご紹介いたします。お水、強力粉、薄力粉、塩。今日は青サフを使います。サフを予備発酵させるためのお水とお砂糖、オリーブオイル、青いオリーブ、黒いオリーブにレモンピールがないのでオレンジピール、タイム、チーズをすりおろします。 50cc のお湯を用意します。温度は35度ぐらいがいいです。そこにお砂糖を入れます。サフを入れます。青サフは予備発酵が必要です。冬場はすぐにお湯が冷めてしまいます。多めのぬるま湯に容器をつけて15分ほど予備発酵させます。中に入れるオリーブを切ります。あ、種が、なんてことでしょう。種がありました。レモンピールを入れるといいようなんですが、あいにくレモンピールがありませんでしたので、オレンジピールを入れます。少しトッピング用に取り置きました。タイムです。あ、切れちゃった。生のタイムなのでしっかりついています。これ乾燥してるとポロポロポロって外れるんですけれども、中に入れる具材の準備ができました。ちょうどサフの予備発酵も終わりました。もこもこしていてとてもいい状態です。ボウルにお水を入れます。小麦粉と薄力粉、サフを入れます。全体が馴染んだのでオリーブオイルを入れます。はい、ひとまとまりになりましたので、
次発酵させます。40度で45分発酵させました。ガスを抜きます。生地を乾燥させないようにラップをかけて約10分休ませます。はい、10分経過しました。発酵前に塩を入れた方が良かったんですね。塩を入れました。本当は発酵前に入れた方がいいです。塩を入れると過発酵するのを防ぐことができます。先ほど刻んだ具を乗せていきます。生地を天板にのせます。作業しやすいように小麦粉をふるいます。葉っぱの形に広げていきます。オーブンは220度で予熱しておいてください。天板いっぱいに広げていきます。チーズをスライスします。準備ができました。220度のオーブンで15分から20分焼いていきます。
焼き上がりました。220度のオーブンで20分焼きました。オリーブオイルをかけます。焼いてる時にはオーブンの中に小皿にお水を入れてスチーム状態にしました。とてもいい香りです。少し冷めるのを待ちましょう。大きさは私の手の大きさと比べて大きい。ビールやワインにも合いますね。オレンジピールが入っていてちょっと甘みもあるので、お子さんのおやつにも合うと思います。葉っぱの形に作るのが楽しかったです。どうぞ皆さんもお試しください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあ、またね。